そしてまだ馬群の中、中段に4番の黒船です。第4コーナーカーブから直線コースに向かいました。グラスエイコー、グラスエイコー先頭だ。リードが1馬身半、 400m を通過した。サマーキャンドルが2番手、あと3番手ずらーっと横に広がって、黒船が来た、黒船が来た。今3番手に上がってきた。外を回ってネイティブハート、ネイティブハート、やはりこの2頭を逃すか。さあ先頭はしかしグラスエイコー頑張っている。 200m を通過した。リードが3馬身である。サマーキャンドルが2番手、黒船が来た。黒船今3番手から2番手、さあ前を捉えきれるかどうか。グラスエイコー、グラスエイコー、黒船、黒船、黒船がやはり捉えた。ゴールイン、楽々とゴール前捉えました。黒船です。欅の向こう側を通過して3コーナーから4コーナー、ここで黒船、黒船先頭だ。黒船先頭で600の標識を通過。2番手に懸命にジェネラルスロッシュが粘っている。その後ろロボトルが上がってまいりました。第4コーナーから直線に入りました。先頭黒船、黒船先頭だ。ノボトルーが今度は2番手上がってきた。外からミラクルオペラ、400の標識を通過。黒船先頭、黒船先頭、黒船3馬身から4馬身のリード、これは強い。2番手はノボトルー粘っている。ジェネラスロッシュ内で頑張っている。プリエミネンス、ミラクルオペラ、大外からウィンガロー突っ込んでくる。 100m を通過。先頭は黒船だ。断然のリード、黒船強い、黒船強い。2番手はどうか、ノボトルーか。外からミラクルオペラ、ウィンガロー突っ込んでくる。プリエミネンスも頑張っている。先頭黒船、黒船断然のリード、黒船ゴール。2番手ウィンガーロー、3番手ミラクルオペラ。逃げる逃げる16番ウィンガニオン、ウィンガニオン、リードが2馬身がある。そして追い込んでくるアイブリッド、レーニングル、あとずらーっと横に広がって、間から1番スワーブリチャード、スワーブリチャード追い込んでくる。さらには外から2番のサトノアレス追い込んでくる。 200m を通過した。サトノアレス、スワーブリチャード、内から4番アエロリット、アエロリット、さらには追い込んできた。モズアスコット、モズアスコット、モズアスコットだ。ゴールイン、モズアスコット。モズアスコット後位の内目、直線コースに向かいます。ワイドファラーをかわして最内から残り402番のアルクトスが前へ出ました。リードを1馬身取ります。その後ろからタイムフライヤー接近してくる。これら3頭の外に持ち出して、12番モザスコット、その後ろからインティー伸び足どうか。外からピンクの帽子2頭、15番ケイティブレイブ長岡シフト、連れては16番ワンダーリーデル、その後ろからサンライズとは持っているが堂々抜けました。12番のモザスコット、2馬身3馬身のリード、ケイティブレイブが2番手に上がって前を追っていますが、先頭はモズアスコットだ。ゴールイン。2着は15番ケイティブレイブ、3着争いが最後で2頭接戦になりました。2度目の G1 制覇をダートで決めました、12番モズアスコット。直線に向いて坂下の攻防、前は広がって、前はまだネオポリス先頭か。ネオポリス内で頑張っているマルターズスパーク、マルターズスパーク、さらにはダイワカーソン追い込んでくる。今イーグルカフェが3番手4番手に視線、間からはダイワカーソンも突っ込んでくる。前は横に広がった大接戦、内からスイートオーキッドも抜けてきた。スイートオーキッド、東洋デヒア、スイートオーキッド、東洋デヒア、200の標識を通過。先を抱え合って東洋デヒア、東洋デヒア、スイートオーキッド、外からイーグルカフェ突っ込んできた。外からイーグルカフェが東洋デヒアに迫ってくる。東洋デヒア、東洋デヒア、イーグルカフェ、東洋デヒア、イーグルカフェ、伊藤並んで今降臨。その後に待ちかね北進、直線コースにこれから向いてまいります。アブリーズ、アブリーズ、そしてゴールドアリエル、ゴールドアリエル今度は先頭に変わった。外からアドマイアドン、外からアドマイアドン、間をこじ開けるようにイーグルカフェも追い込んでくるが、ゴールドアリエル、ゴールドアリエル、内に入ってイーグルカフェ、外からアドマイアドン、3頭の競り合い、東方エンプラー今4番手、ゴールドアリエル、ゴールドアリエル、内からイーグルカフェ、外からアドマイアドン、大外からイージェントブラフ、大外からイージェントブラフ追い込んでくるが、イーグルカフェ、イーグルカフェ先頭だ。イーグルカフェゴールイン、イーグルカフェ右手が上がりました。デッドオーリー騎手。第4コーナーをこれから向かいます。前が固めてきた。そしてその直後には7番シベリアンメドウ。第4コーナーをカーブ、直線コース一覧です。さあ直線コースに向かいまして、カフェボストニアン、カフェボストニアン、アドマイアボスがスプル、そしてスターエルドラード、外からスターエルドラード、そして山のブリザードも追い込んでいく。 200m 通過したシベリアンメドウ、内をついているのは3番アグネスソニック。坂を上がる。先頭はアドマイアドン、アドマイアドン、外から山のブリザード接近するが、アドマイアドンだ、アドマイアドン、ゴールイン、アドマイアドンです。直線コースに入りました。さあ今度は旗のアドニスが先頭か。三つ脇タービン並んでいる。ユートピアはその内をついている。あと400を追加。そして外からは八角両党、スターリングローズ、その外にはタイムパラドックス、さらにはアドマイアドンがその外から上がってくる。オーストをついてはストロングブラッドと、そしてブルーコンコルドが突っ込んでくる。さあ前の争いはスターリングローズ、三つ脇タービン、200を追加、タイムパラドックスにアドマイアドン、そしてブルーコンコルド、サイレントディールが追い込んできた。さあ先頭はスターリングローズ、アドマイアドン、アドマイアドン、スターリングローズ、サイレントディールも突っ込んでくるが、アドマイアドンだ、アドマイアドン、ゴールイン、アドマイアドンです。
国内無敵アドマイヤドン。さあ次は世界だ。ロースフライトベガ、ベガは今8番手、ベガ8番手、菅の世界一、白い帽子は北斗ベガ、白い帽子は北斗ベガ。さあ大歓声になります。大歓声にスタンドが揺れている。先頭はこの辺り経由マンで待っているが、外からスターバレリーナ、外からスターバレリーナ、内から電光石火、内から電光石火、大外を通りましてベストダンシング、大外ベストダンシング。ベガは苦しい、ベガ苦しい、バゲを割るのか、バゲを割るのか、真ん中のオスフライト、真ん中のオスフライト、内からは北斗ベガ、内から北斗ベガ、あと 100m になります。北斗ベガか、北斗ベガ、北斗ベガ先頭、北斗ベガ1マシン半のリード、ベガはベガでも北斗ベガです。1番の北斗ベガ、加藤和弘、3回目の挑戦で見事にエリザベス女王杯を制しました。3冠ならずベガ、3冠ならずベガ、勝ったのは北斗ベガです。東の一等星北斗ベガ、輝いたのは北斗のベガです。単独抜け出しています。前は7番の北斗ベガ。さあ外側から早めに1番の京都七、京都七が北斗ベガに迫っていきました。2番のアマゾンオペラ、現在1馬身差、3番手の位置、第3コーナーカーブ、その外目から4番の石野サンデー、石野サンデーが現在4投目。さあ第4コーナーのカーブ、7番の北斗ベガ迫ってくる。1番の京都七、第4コーナーカーブから直線コース、大歓声は湧き上がる。7番の北斗ベガ、北斗ベガ先頭で200を通過、2番手に1番の京都七は離されていく。あとは迫ってくるのはゼッケン番号当番コンサートボーイは3番手まで、先頭は7番の北斗ベガ圧勝降臨。2着争いはどうでしょう。7番の北斗ベガ、日本の砂の上には敵なし、世界へ向けて交流10連覇、今日も圧勝でした。さあ先頭はわずかにトレジャーか、うちの名将怒涛か、名将怒涛かトレジャーか、そして外のジョーゼンブレイブ並んで直線に向きました。3番手横一線に、これは大激戦だった、大激戦になっていますが、相手外目からテイエモーベラオが追い込んでくる、テイエモーベラオが追い込んできた、ジョーゼンブレイブが並んで追い込んでくる、内田君といわステイゴールド、坂を登り切った、大外からアグネス大地さんの追い込み、先頭はテイエモーベラオが抜けた、名将怒涛2番手、外から追い上げたアグネスデイジさん、アグネスデイジさんが際どく差を詰めて、さあ外に切れながら先頭に並んでいる、テイエモベラオ先頭、アグネスデジタル捉えたか、捉えた、捉えた、ゴールイン。そしてその後には12番の東進ブリザード、4コーナーのカーブから直線を向いてくる、ノボジャックが引っ張るが1馬身ほどリード、2番手争いトゥザビクトリー400を通過、そしてその外を回りました懸命にサウスビグラス、中からはノボテル、外からアグネスデジタル、さらに東方エンペラー、東進ブリザード、横に広がるが先頭はトゥザビクトリー200を通過、外からアグネスデジタル連れて東進ブリザードもやってくる、中からトボテルノボテルだが先頭はアグネスデジタル、強いアグネスデジタル先頭でゴールイン。2番手に外、東進ブリザード。 I wanna be happy, happy, happy day and night, wanna be alright